お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュライブやっていくんですけど、今日は、まあ、アップデーがあったんで、アップデーについて触れつつ、まあ、新環境ね、みんな、何のデッキが強いんだっていうことで、まあ、おすすめのデッキをね、ちょっと、見つけた、作った、際どいラインなんですけど、はい、紹介していきたいなと思います。で、まず、一応ね、今日使うデッキはこちらになります。はい、先にね、言っときます。こちらの、まあ、枯渇ですね。メガナイト枯渇ウォールブレイカー。前にもちょっと流行った時は、ここの、ロケット奉仕の枠がプリンセスだったんですけど、ロケット奉仕入れました。まあ、役割的には、このロケット奉仕ね、まあ、新カード今回出たんですけど、まあ、マジアッチャだったり、プリンセス、フキアと、まあ、同じようなカードですね。ヤナアメで死にますし、なんかこう、そういう系統のカードなので、まあ、枯渇にね、今回僕は組み合わせました。で、プリンセスのね、枠をロケット奉仕にしているのはですね、ちょっと面白いからですね。はい、ロケット奉仕にしてます。よいしょ。というわけで、もうこのデッキやるんですけど、とりあえずアップデーにあったことね、触れますと、今回ね、この上の4枚が情報修正が入りました。情報修正？バランス調整が入りました。で、まず、ダクネから行きますと、最初に出るコウモリの、速度が遅くなりましたね。ダクネ出したらすぐにコウモリが出てたんですけど、それが 1.3 秒から 3.5 秒に。なんで、コウモリがなかなか出ないのは、まあ、結構でかいと思いますね。そして、あと、衝撃、ダクネが攻撃するまでが、ちょっと 0.6 から 0.75 かな、に遅くなりましたって感じで、まあ、結構当たり前に使われてた環境が終わって、まあ、またゴレとジャイぐらい、まあ、ゴレぐらい、にしかね、入らないんじゃないかなと思いますね。で、ゴレにも、もしかしたらダクネのね、時代が終わるのかもですね、ワンチャン。はい。で、次、エリゴレは、HP が 6% ダウンなんで、全部の形、3種類ね、エリゴレのちっちゃい版、そして最後、スライム、3系統の形があるんですけど、全部が 6% ダウンするんで、まあ、結構、でかい火砲ではないのかなと思いますけど、まあ、実際やるとね、そんなわかんなかったですね。はい。まあ、エリゴレがいなくなったら、今、ボムタワーが流行ってるボムタワーもなくなって、まあ、施設ごぼうりが結構安パイになるんじゃないかなと思いますね。はい。よいしょ。で、トリトン。トリトンは、射程が6から7になりました。前7で、今回6になってて、また今回ね、7に戻ったっていうので、こう、逆サイドのロイジェイとかを、逆サイドにね、持っていったりすることも、まあできるようにまたなったっていうので、まあ前ほど強いかはわかんないんですけど、まあ全然僕としては漁師トリトン結構好きだったんで、まあありがたいなと思います。だからまあ引っ張るまでが、こう、敵を見つけてから引っ張るまでが 1.1 秒から 1.5 秒に下がったんで、まあそこは若干の火砲が入ってるんですけど、まあ全体的に見たら強化かなと思います。まあマジアチャだったり、新カードのロケット奉仕だったり、まあ、最近マジアチャがすごい暴れてたんですけど、それはやっぱトリトンがいなかったんで、こう、マジアチャが引っ張られる心配がなかったんですよね。なんで、こう、トリトンが出ることによって、射程伸びることによって、まあ、マジアチャとかこのロケット奉仕が、こう、どうなるかっていうのはね、ちょっと今後ですね。はい。トリトンは個人的に好きなので、ありがたい。で、引っ張るのが遅くなったことによって、一番怖いのが、引っ張るぞーって構えるわけなんで、その瞬間に、こう、ザッパーンとか打たれちゃうと、うわ、お前引っ張らんのかいで、大ダメージね、ちょっと受けちゃうっていうことがあるんで、そこの封印のザップとかはね、怖いですね。なんで、まあ、ロケット押し増えたことによって、柳雨でこいつは死ぬんで、ウッドとかザップは耐えるんですけど、柳雨で死ぬんで、まあ、柳雨が増えれば全然問題はないんですけど、まあ、ザップとかね、弱い。なるかなと、不意がより怖いかなと思います。で、最後ラバーはこいつよくわかんねえんすけど、攻撃なんか距離が2から 3.5 ぐらいちょっと遠距離になって、パピーの火力がめちゃくちゃ上がったんですよね。2倍以上60何パーぐらいアップして、あとはなんかパピーの攻撃速度、攻撃の初撃とパピーの攻撃距離が全てが弱くなった。パピー自体は多分全体的に弱くなってんのかな、まあ、けどその分ラバーがの本体はちょっと、早めに攻撃するようになったみたいな。ちょっと若干よくわかんない修正入ったんですよね、ラバ。まあ多分全体的には火砲かな。火砲っぽいですね。まあそんな感じで、ちゃっちゃやりますか。ちょっとね、僕としては珍しいぐらい喋りましたね。バランス調整こんな喋ったことないんですけど。まあラバの火砲は、ラバがなんか、勝率か使用率がすごい高かったみたいですね。まあラバ多かったですけど。でも、ラバが強いっていうよりは、ダクネが強かったと思うんですよね。なんか、ラバダクネだったんですよ、結局多かったのは。なんで、こう、ラバ、火砲は、
まあ、どうなんすかね。ラバの弱点だったらダクネが減るってなった時に、また結局ラバはまあ輝けるとは思いますし、まあ、よくわかんないですね、ラバ。はい。まあ、個人的にダクネの顔はすごい嬉しいのと、トリトンの情報もすごい嬉しいですね。トリトンが戻ってくることによって、まあ、ペッカーも最近ちょっと強かったんですけど、そうですね。エリゴレが、まずペッカがエリゴレに辛かったんですよね。まあなんですけど、エリゴレが下方されたことによって、ペッカが暴れやすくなった。ですけど、ラバもね、下方されたんで、ペッカが暴れやすくなったんですけど、そのペッカの天敵と言ってもいい、トリトンがね、復活してくるっていう、まあここちょっとね、面白いですね。なんで、まあトリトン入りのロイジャイであったり、まあ他は、なんだろうね、ダクネがいなくなることによって、そう、ロイジャイが結構暴れやすくはなる、強くなる、かな？強くなるんじゃないかなと思いますね。ロイジャイ結構いなかったんで。はい。まあ、ロイが増えるんかなとは思いますが、まあ、全然わかんないですね。新カードも出てきたんで、そこが、ちょっと面白いかなと思います。さあ、というわけでやっていくんですけど、で、施設ね、これ、今まで五分折りで、今回も五分折りにしてるんですけど、やっぱりエリゴレのためのボムターンみたいなとこがあったんですよね。ウォールブレイカーに対しては別に五分折りでも、他の施設でも何でも受けれるんで、その五分折りがいなくなったことによって、五分折りじゃねえわ。エリゴレがいなくなったことによって、もうボムタワーである必要がないなっていう、印象があります。よいしょ。さあ、ここはミニペッカーをこのロケット奉仕で、多分受けれるんですよね。これでノックバックしつつ、タワーが攻撃しつつで、そう、これがね、ちょっと受けとして優秀なんですよね。奉仕が、これ延命できないんですね。ちょっと。にわかですいません。まあ、ロケット押しノックバックするんですけど、結局ノックバックしてる最中に相手のユニットにこう、下がった瞬間に撃たれてるんで、なんか意外と延命しがちで死んじゃうことが、まあ、ありますね。まあ、でも、活躍はするときは少しするので、まあ、いいカードですね。まあ、個人的にはすごい好きですね。またマジアチャみたいな感じ。マジアチャって出たときに、クソ雑魚だったんですよ。お前ファイブで死ぬじゃねえかっていう感じだったんですけど、こう、そいつが、マジアチャが出てから、マジアチャのこう、使い方をね、多分もう見つけた人が多分いたんですよね。全然知らないですけど。だからマジアチャの使い方を理解すると、今じゃめちゃくちゃ強いじゃないですか。でもそれは、こう、出た当初は全然で、使い方をやっぱ分かってきたら、やっぱうまく使いこなす人たちがいて、そこからどんどんね、マジアチャの使用率が上がってきたって感じなんで、このロケット奉仕も、今はね、こう、なんか微妙じゃねって僕言ってるんですけど、こういざ出たら、こう、なんか出て、まあもうちょっとね、もう1、2ヶ月ぐらい経ったら、もうロケット奉仕ばっかやんけ、お前、みたいな。にも全然なるとは思いますね。まあ知らんけどね。全然知らんけどね。さあ、この形ちょっと嫌ですね、僕としては。踏んじゃえばいいかな。うわ。って感じですね。ミニペッカが結構、メタ。こう後ろからこっそり殴ってあげて。これちょっと、終わったやんけ、お前。ふざけんな。なんだこれ、ガンメタやんけ、俺の。やばくない？なんでこんなガンメタ来たの？ワンちゃん？んちゃん最後にロケット星がビョーン。いや正直負けたと思ってましたね今。ガンメタやんけでちょっと切れてましたもん今僕。よいしょ。まあでもなんかたまたまラッキーですけど、相手スペルトルネライトでしたね。トルネライトか。これ来たらツムツムだな。これうんじゃい。よいしょ。さあ来ました。ここ速攻とかしたいですね。ごぼうりでつでダメージ防いで、オッケー。この吹き矢を残したいですね。このベビドラの処理が厄介で、オッケー。吹き矢が残れば、残って、お前。残んないんかい。さあ、ウォールブレイカーで釣る。さっきミスったんでね。おい。さあ、耐えていく。さあ、で、この相手の特徴としては、トルネライトなんですよ。今ずっと戦ってて、2コスのスペルがないんですよね。で、このゴレは、前、ダクネだった枠が、ダクネがダクプリになってますね。っていうのがもう分かったんで、おお、落ち着いていきたいところではありますが、攻めたいところでもありますね。ここら辺でなんか降ってくる。ああ、まあ、そっちか。エナミ。ノックバックする。オッケー。いい子じゃない？
よいしょ。さあ、ここで速攻とかしたいですね、こいつを。さあ、バレル飛ばすだけで相手は辛いのと、このロケランちゃんを適当にぶっぱしとけば。ロケランちゃん、うわぁ、そのね、あれがきつい。うやば、めっちゃくるじゃん。うぃ、耐えていく。このベビードラがね、僕としてもすごい厄介なの。あ、俺の声聞こえてんな、これ。絶対に。よいしょ。で、ロケット方式で、これタイブレーカーですね。相手はロケットライトか。よいしょ。そうそうそう、怖いよ。え、めっちゃ攻めてくる。やべ、ボンバ入る。やべ、おめむ。ねえ。どんだけいい試合してんだ。で、最後ワンチャン、スペル来て怖いんで、これ撃った瞬間にロケット方式が、ズダーン、ウェイ来たー、危ねえ。よいしょ。ちょっとね、正直負けたと思ってました。僕こんな普段怒んないから、許してちょ。はい。うわ、危ねえ。そうで、このデッキの、まあ、弱点っていうのが、言ったらね、削り呪文がないっていうのが、まあ、弱点ね、弱点なんですけど、こう、まあ、今までだったらプリンセスだったんで、まあ、橋前プリンが唯一あったぐらいなんですよ。なんですけど、やっぱ橋前プリンでも削りね、切れないことがあったですけど、この橋前プリンのプリンの枠が、この、ロケット方式になったことによって、こいつ、まあ言ったらマジアチャみたいなもんなんですよ。マジアチャのちょっと、エイムが悪くなっても当ててくれる優しい版みたいな感じなんで、こうユニットサイド時に、こう出るじゃないですか。ここに対してこう飛ばせば、あ、これちょっと遅いんで入んないかも。あ、入ってるですね。そう、こんな感じで、こう、マジアチャですね、言ったら。本当にマジアチャみたいな使い方ができるんで、こう、最後の最後の削りをワンチャンこいつに託すっていうのはできますね。よいしょ。まあ、怖いですけど、まあ、失敗するっていう率があんまないですね。相手がユニットいれば、とりあえずこう出しとけば、今ここの端前にスケとか入れたんで、そういうところでね、やると、は普通に、壊せたりというか、最後の最後のダメージをね、稼ぐことができるかなと思います。お前、ごぼり、お前、おー、危ねえ、これ絶対、あれやで。この、ごぼりがもうちょっとね、臆病者だったら、絶対押してた、今。ごぼり、お前前行けって。絶対押してたからね、今。いい子でしたね、あのフィキアは。もう自分から前に行くっていう、勇者。俺の真逆。僕だったら絶対、お前ちょっと前行けって押してますからね。さあ、まあ僕はそんなことしませんけど。よいしょ、アイスウィズ。まあロケラーは結構3コストで、意外と受けとして優秀なんで、安牌で出せますね。で、このロケラーに対しても結構ユニット咲かせられるんで、まあでもこう、無視しても一発しか入らないっていうのが、まあ、こう無視されやすいっていうので、そこはちょっとね、あんま強いというか、あんま評価できる部分ではないんですけど、まあ僕の陣地でまず防衛から活躍させたいところありますね。あ、これやべ。お願い。おぶね、おぶね、お前よ、お前。さあ、あのね、ロケラーはね、意外とこう、お互いに打ち合うとお互い死んじゃうんで、こう何かにタゲ取ってる瞬間に横からとかね、角度ちょっと変えて殴れると自分のロケランだけ残せるんですけど。さあ、これ相手が1600がずっと攻めてきてるんで、僕は逆サイ攻めたいですね。さあ、ここ無視、キングギドしちゃってるのが痛いですね。あいつのせいだな、絶対。これ絶対あいつのせいだ。で、これは、ロケランが、届くっけ？届かないよな。いや、届くか。届くな。うお、これ踏んじゃって、この間に溶かしたいね。で、これ吹き矢で、ちょきちょきしつつ、さあ、いい形ができてますね。右と左。お前、すげえ、ジャンプ。オッケー。これは、いいんじゃない？ロケランからのロケラン。おい、拡散が角度が意外と入る。お前意外と入るね。さあ、でも僕も気づけばダメージを負っていますので、さあ、ここ端前から行っちゃおうかな。ボムタワーいるな。まあでも飛ばしてもいい説がある。で、毎回ちょっとバレル定位置なんで、この辺で不意打ちで外すと、あ、一応外したけど、これはロケランがロケランゲーするよ。お前そっちやね。さあ、ロケランがいい感じに活躍してます。で、クエイクでしたね。クエイクだったんで、こっちにやりつつ、これ撃ってる間に処理していけど、うわー、ロケラン頑張れ、お前、さあ、これは、端前、グッとくるかな。タルババか？タルババだったらワンチャンここでダメージ稼げますね。ほい。さあ、でもダメージは低いという。で、こっちに来たやつはもう無視して、
さあちょっと怖いですね。これはもう気合で守ります。気合っすね。でクエイクだけだと落ちないんで、オッケーオッケー。クエイク2周相手も回さないといけないですよね。これにタルババ咲かして、ここをロケランで、オッケーオッケー。マジアチャですな本当に。え、なんでそっち落ちたの？ちょっと待って、俺のいいこのね、胞子、うまい胞子の使い方を見せようとしたんだけどな。ちょっとね、逆サイバー気づいたら落ちちゃってましたね。はい、というわけで、まあ2000円で十分でしょう。一戦も怖かったっすけど、もしかしたらこの方もね、また増えるかもしれないですね。ダクネがダクプリになっちゃってますね。はい、なんでそうですね、こういったゴレプリとかがまた増えるかも、全然あるかなと思いますが、まあ、ロケランのね使い方皆さんこんな感じです。よければ、意外と使えないこともない。前の動画でザコとか言ったかもしれないですけど、ちょっと強いかも。というわけで、今日はこんな感じで終わるんですけども、またね、動画出していきます。で、僕もうちょっとしたら成人式で実家帰るんで、またその話もできたらいいかなと思います。では、チャンネル登録、高評価の方お願いします。コメントもぜひぜひお願いします。たまに一回します。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。